皆さん声聞こえます？歌詞聞こえます？あの歌詞聞こえないとあんまりなんかよくわかんないと思うんで、歌詞はちゃんと聞いていただけたらなと思うんで、大丈夫そうなら大丈夫です。はい、今のはオタクの歌と言いまして、BGM よろしく。オタクの歌と申しまして、勝手にオタクを想像して書いてみた曲です。本当はこの曲はオタクの歌ともう一個ニートの歌っていうのがあって、2曲で対になってるんですけども、まあちょっとニートの歌は作り途中なので、今オタクの歌しかちょっと紹介できないので、今日はとりあえずオタクの歌を歌ってみました。はい、それでは今日ちょっと特別大サービスでたくさん今日は曲がありますので、早速次の曲に行ってみたいと思います。次は皆さん大好きな超名曲です。それでは聴いてください。残業感苛まれている、軽く下着しみがついたよ。さっきトイレに行ったのに、なんだか残る違和感、何回目の最後だろう、出し切れない思い、一人ぼっちの教室で時間だけ過ぎてく、虚しい次の授業まであとわずか、やるせないマイソウル。頻尿を残尿を年とともに増える、人目を気にせず全部垂れ流しなのさ。解放感満ち溢れてくる、心晴れて尿意も晴れたよ。朝からスーキリルンルンで電車に乗る、上の駅まであと少し、ここで尿意が襲う、急いでトイレに走る、よりによって行列、検査下ショッキングピーポーマックス、他のトイレ探す、下着のゴム紐すぐにダメになる、かゆいの飛んでけ、うせろデリケートゾーンのかゆみ、敗北感苛まれている、鼻毛抜けて花が咲いたよ。残尿感苛まれている、軽く下着しみがついたよ。敗北感抜けて花が咲いたよ。ありがとうございます。今これだけのために携帯を2階から今持ってきました。